オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は俊介先生です。では早速お聞きください。 Bonjour à tous, c'est Shunsuke。 こんにちは、俊介です。皆さんお元気ですか？新型コロナウイルスの影響で、この数ヶ月の間に以前よりも外出を控えるようになり、家で映画を見たり本を読んだりする時間が増えた方も多いのではないでしょうか。友達と会って最近見た映画について話すこともあるかもしれませんね。ところで、最近ある映画を見たんだけどと誰かにフランス語で話しかけるとしたら、何というかわかりますか？まずフランス語で映画は何だったでしょうか？シネマという言葉を思いつく方もいらっしゃるかもしれません。シネマは日本語でも時々見かける言葉ですね。このシネマという言葉を使う場面もありますが、残念ながら最近ある映画を見ましたという時にはこの単語は使えないんです。少しややこしい話ですが、映画を見ましたという表現は皆さんも日常的によく使うと思うので、今回はこのような言葉の使い方を整理しておきましょう。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕俊介がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は7月13日にデビューされたメラニー先生をご紹介します。アレセダクティプラルソ。さて、早速レッスンを始めましょう。先ほど映画という言葉を含む文を例に挙げましたが、その前にもう一つ別の文について考えてみましょう。例えば誰かに自己紹介をするときに、私は映画が好きですということがありますね。これをフランス語にするとどうなるでしょうか？好きですはフランス語でエメと言います。そして映画は何と言いますか？これは先ほど出てきたシネマでいいんですね。これらを組み合わせると、ジェムルシネマとなります。これはそれほど難しくありませんね。では冒頭でお話ししたある映画を見ましたをフランス語にするとどうなるでしょうか？見るはフランス語で voir と言います。ある映画を見ましたと過去の話にしたいので、これを複合過去形にします。すると j'ai vu という形になります。これらを組み合わせると j'ai vu le cinéma でしょうか？実はこういう文を作ってしまう方がよくいらっしゃるのですが、実はこれは正しくありません。映画の部分はシネマとはならないのです。このジェヴュールシネマという文は二つの意味で間違っています。まず先ほどの私は映画が好きですという文における映画はどういう意味で使われていたでしょうか？これは映画という分野を表していますね。映画という分野が好きだという意味です。
そういう時はフランス語でシネマという言葉を使っていいんです。それに対して、ある映画を見ましたという時の英語はどうでしょうか？これは映画という分野という意味ではないですよね。分野ではなく、ある具体的な一本の映画を見ましたということですよね。そういう時はフランス語ではシネマではなくフィルムという言葉を使います。このようにフランス語では分野なのか具体的なものなのかで言葉を使い分けるのです。このあたりはかなりややこしいですね。逆に日本語に目を向けると、日本語では私は映画が好きですと言ってもいいし、ある映画を見ましたと言ってもいいんです。日本語の映画という言葉は映画という分野という意味でも使えますし、ある具体的な一本の映画という意味でもどちらにも使えるとても便利な言葉なんです。日本人がフランス語を学習するときは、このような言葉の持つレベルにも注意するといいですね。それから先ほどのジェヴィルシネマという文にはもう一つの間違いがあります。それは映画という名詞についている冠詞です。ルシネマのルは定冠詞と言います。定冠詞にはいろいろな用法がありますが、そのうちの一つに分野を表す用法があります。ですから映画を分野として表したいときはルシネマと言います。例えば最初の例文のジェムルシネマ、私は映画が好きですは、映画という分野が好きという意味なので正しい文です。ところがある映画を見ましたというときは、映画という分野を見たと言いたいのではなく、ある具体的な一本の映画を見ましたと言いたいはずです。そういう時の冠詞は定冠詞のるではなくて不定冠詞のアンを使います。以上の2点を踏まえて、ある映画を見ましたをフランス語で表してみましょう。映画の部分にはシネマではなくフィルムという言葉を使います。これがポイントの一つ目です。もう一つは、フィルムという名詞には定冠詞のるではなく不定冠詞のアンを使うということです。そうすると次のような文ができます。J'ai vu un film. J'ai vu un film. J'ai vu un film. これで正しい文になりました。それでは最後に、これらと同じような例文を作って練習してみましょう。問題です。私は料理が好きですをフランス語で言うとどうなるでしょうか？料理が好きだということは、料理という分野が好きだということになりますね。料理という分野を表すフランス語は、cuisine です。これは女性名詞です。これを使うと次のような文になります。J'aime la cuisine. J'aime la cuisine. J'aime la cuisine. 料理という分野を表しているので、冠詞は定冠詞のラをつけます。では、次にこれはどうでしょうか？ある料理を食べました。これをフランス語にしてみましょう。食べるはマンジで、これを複合過去形で使います。これを使って文を作るとどうなるでしょうか。やってみてください。J'ai mangé la cuisine とした方は惜しいですね。J'ai mangé まではよくできてますが、
ここでの料理に対応する言葉は cuisine ではありません。ある料理を食べましたということは、料理は分野ではなく一つの具体的な料理という意味ですね。その意味を表すには cuisine ではなく plat という単語を使います。そして一つの具体的な何かという時に使う冠詞は不定冠詞です。これらを踏まえると正しくは次のようになります。j'ai mangé un plat、 j'ai mangé un plat、 j'ai mangé un plat。 このようにフランス語では分野なのか具体的なものなのかによって表現がだいぶ変わるので注意が必要です。皆さんもこのことを意識しながらフランス語学習を進めていってください。いかがでしたか？今回のように知っておくと役立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアント。俊介先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。本日は7月13日にアンサンブル講師としてデビューされたメラニー先生をご紹介いたします。2014年から日本人にフランス語を教えているメラニー先生。学生時代はパリのイナルコ国立東洋言語文化学院にて日本語を専攻されたので大変流暢な日本語を話します。同じ外国語学習者としてフランス語と日本語の違いを熟知しているので、日本人学習者に合ったフランスの文法説明やアドバイスができる講師です。メラニー先生は前向きかつオープンな人柄で、生徒の話に心から興味を持ち楽しそうに聞いてくれるので、フランス語で話すことが楽しいと自然に思わせるパワーがあります。レッスンは基本的にフランス語だけで行いますが、日本語が堪能なので細かいニュアンスを的確なフランス語に変換するお手伝いができ、初心者から上級者まで幅広いレベルと要望に対応することが可能です。メラニー先生のレッスンはなんと3時間前まで予約可能ですので、急に予定が空いたという方にもおすすめの講師です。ぜひ一度受講してみてくださいね。さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。
フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。